難しい難しいか。どうもすずです。皆さんいかがお過ごしですか。お前は一体何者なんだと、車の中で喋ってみたり、ひな祭りを見に行ったり、おばあちゃんお母さんと喋ってみたり、歌ってみたり、私の本業、それは音楽教室を開いておりまして、そこで歌やピアノを教えたり、通訳翻訳をやったりとしております。で、今後4月からズームレッスンの開講なんつって、4月からって言い切っちゃってるよ、大丈夫この人。本日はお教室でのねレッスン風景をねちょっとお届けできたらななんつって思ってます。で、声を出す前に私ね必ずね顔のトレーニングと首のリラックスと頭皮のマッサージと、まあいろいろねあのアンチエイジングにつながるようなことをねやってるんですけど、これだけでね本当に1時間ぐらいね本当は使いたいぐらいなのよ。声を出す時にこういうね頭が凝ってたりとか顔の表情が凝ってたりとか筋肉が使えてないと声も出ないのよ。声もだんだん出なくなるし、首もたるんで、この首が凝ってるとそこ声の通り道だから、そこもほぐさなきゃいけないしってことで、耳を回したり首を伸ばしたり、舌のトレーニングとか表情筋のトレーニングとかっていうのも、あの発声にはねすんごく大事になってきます。これ、ね、で下も引っ張って引っ張って、下に引っ張って前10回、これがあるんだけど、息を吸って吸って吸ってって言ってもさ、入ってるのがさ分かんないでしょ。だからここにね腰椎ベルトをしてほしいの。こうすると入った時にここが膨らむのも分かるし、自分の姿勢がね悪いのもこれで分かるから、ちょっとやってみよう。チャンネル登録まだしてないそこのあなた、チャンネル登録ポチッとお願いします。でグッドボタンとコメントなんかもいただけるとね本当に嬉しいです。いつもみんなありがとう。ここに入るの分かる？ここに入れるんだって意識をすると、息吸った時にこのさっきの帯が、帯っていうかそのベルトが、で外に広がるのが分かるはず。広がったね。そう、それを意識していくよ。字が内側にならないようにこうやってやって、おこの感じ。ラッパも外向きでしょ。あんまり詳しくさ、私帰ってきてから何したかっていうのをね話してなかったんだけれども、まあ子さんの方々ね、このチャンネルを見てる方々とか昔からのリスナーさんとか視聴者さんは知ってるかもしれないんだけど、2022年の6月に子供2人と無一文、枕3つで日本に帰ってきて、まあ実家に住むわけよ。ないからね、何もね、先立つものもゼロよの状態で住んで、半年間ね、あの都内の外資系でね、あのコンシェルジュとして4カ国語を使ってお仕事をしていたんだけれども、まあきつい、まあきつかった。朝も早うから夜遅まで、ほんでさ通うのに1時間半ぐらいかかるし、子供たちもさ、あの日本の慣れない生活でさ、もうメンタルとかもうぐちゃぐちゃなわけ。今までずっと老夫婦の生活だったのにさ、とんでもない子供たち連れて帰ってきちゃったもんだから、でしかもすぐ仕事に行くもんだから、それも全然合わなく、もう大変だったの最初。できるだけここからね下に行かないように、ここから上で歌ってほしいの。だからここがあーって下がらないの。それ全部音も響きも全部下がってきちゃうし、強いては顔までたるんできちゃうから、こう下にね、上に上に開けるのも上、おー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 、ここよ、ここ使うのよ、これ、おーおーおー、上に行けば上に行くほどここがある、おー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 、ここ、おー、口はこう、おーおーおー、上ね、おーが引っ込んじゃってるでしょ今、いーおーってなっちゃうじゃん。上に上がっても、ディーベジェート、
こからはですね、あまりにも顔面の使い方がすごかったので音楽に乗せてミュージックビデオ風にねしてみましたのでね、ご覧くださいませ。こうやってね歌を歌うのってめちゃめちゃ顔を使うのよ。頬から上、下の方はできるだけ力を抜いてリラックスして上の方で歌ってちょうだいね。たるんできちゃうから、たるんだら終わりよ。たるませないようにできるだけ上上上上上でお願いしますよ。これね 歌だけじゃないから顔の歪み、顔のたるみにもつながってきますからね。誤飲性障害、なんだっけ、嚥下障害だ。物が飲めなくなったりね、年を取ってくるとなってくるし、声も出なくなってくるでしょ。そういうのってね、声だけの問題じゃないのよ。顔面の筋肉だったり、首とか肩とか頭とかリラックスしてないの。あと舌の位置ね、これによって顔変わってくるから。おあーで、あーあーです。そう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 。そうあーって使いすぎるとベピオーってなっちゃうから、ここ調節しよう。さんはい、そうさんはい、そうつまなくて、そうわかる、全然違うの。そうとそうって全然違う。もう一回さんはい、そことそこ、そういうこと、そうベピオー。ここが苦しくなってくるでしょ。ここ耐えて。さあ今日はここまで。チャンネル登録まだしてない、そこのあなた、チャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。また見てねー。